ダラス・マッキンリー・ウィリアムズはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークシブルックリンク出身の元プロ野球選手 CPBL での登録名は第2位リンカーン高校を経て1976年の MLB ドラフトでボルチモア・オリオールズから一巡目指名されプロ入り1981年9月19日のミルウォーキーブルワーズ戦で大賀として メジャーデビューを果たし、同年10月2日のニューヨークヤンキース戦では、代打でメジャー初安打をマークする。しかし、以後は1983年に新シ,ンシナティレッツで、メジャー昇格した以外ではメジャーでの出場はなく、数々のマイナーリーグのチームを転々とする。1988年に、NPB の阪急ブレーブスに入団。高齢となった福本豊に代わる。 瞬速コ高打の外野手として獲得される。その背景には、マイナー時代の同僚であったブーマーウェールズの強い推薦もあった。しかし、開幕直前の4月2日に右肩を脱球し、出遅れ、講師もに制裁を書き、シーズン終了を待たずに解雇となり帰国した。同年7月4日の対日本ハムファイターズ戦で、この年オープンした東京ドームの天井に初めて打球を当てた。 トリプル A 級ノフホーク時代引退後、2000年から2002年まで、コロラドロッキーズ、2003年は、ボストンレッドソックスでコーチを務めた。2013年から2014年まで、CPBL の議題ライノーズで打撃コーチを務めており、2014年には一時監督を務めた。2016年から、中心兄弟の二軍監督を務める。ありがとうございます。